これゴーヤちゃんの実。これ以上大きくならないどころか少し傷んできちゃってますね。ああ。なんか今日も周りっていうか近くのマンション工事の音が結構賑やかです。機械が鳴ってる音入っちゃってるかもしれない。で、なんだっけ？そうそう。で、ゴーヤの実。もう傷んできちゃってって、もうダメっぽいですね。調べると、ゴーヤって多年草なんですが、日本の冬の寒さには耐えられないそうなので、日本では基本的に一年草だそうです。ということで、この枯れっぷりを見ると、これ以上は、っていうかもう悪くなってるし、このゴーヤの実の収穫は無理っぽいですね。残念。次、もしゴーヤを育てるときは、万全な体制で育てようかと思います。ゴーヤちゃんには申し訳ないことをしてしまったかもしれません。一つも収穫できずに、すいませんでした。道の駅浪江で買ってきたオベサブロウ、鉢変えようかと思ってるんですけど、土の乾き具合はどうだろう。もうちょっと乾かした方がいいかな。まあ、なんとなく植え替えしても大丈夫なような感じがするんで、今日仕事の空き時間ができたら植え替えようかと思います。渋谷2丁目交差点の角の建物、もう完全に取り壊されて更地になってますね。次、ここ何できるんだろう。まだなんか建築計画的なものがないんで、しばらくは更地かな。GoPro 用のメディアモデュラーっていうのを借りたんですよ。それつけて今録画をしていて、このファーストタワーのあたりって結構風が強くて、風切り音のチェックとか最適なんですけど、今日に限って無風。全く風が吹いてません。で、渋谷ファーストタワービルの中、クリスマスツリーが飾られてますね。これ夜になったら綺麗にライトアップしそう。なんか機会あったら見に来よう。ということで、GoPro のメディアモジュラーを借りたんですが、風が全くなくて、風切り音対策のチェックができないという。こんな感じに GoPro にメディアモジュラーをつけて、録画の実験をしています。で、今は買い物に出てきました。いつものライフに行ってきます。レックコーヒー。最近レックコーヒー来てないんで、買い物帰り寄っていこうかな。猫さんがいる。これで映るか。うわ、遠いな、GoPro は。広角だからしょうがないか。ちっちゃくて映ってないかもしんないけど、白黒の8割猫さんが日向ぼっこしてます。ライフ到着。それじゃあ、買い物してきます。カメラオフ。サクッと買い物終了。スウィング。今日は3台ありますね。あれ？このポート、なんとなく、このキックボードが3台収まるスペースかなと思ってたんですが、もう1台ぐらい余裕で入りそうですね。スイングでした。ということで、レッグコーヒー寄っていきます。何しよっかな。お帰りのケニア。はい。はい、どうもです。どうもありがとうございます。レッグコーヒーで深入りのコーヒー買ってみました。ケニアのコーヒー買ってみました。レッグコーヒーって、そういえば、結構あっさりめのコーヒーが多めだと思ってたんですが、深入りの豆っていうことを聞いて、速攻でこれにしました。あと、あそこで前買ったウラガクリムゾンエチオピアの豆、あれにテイストが似ているエチオピアの豆もあるそうなんで、今度それも試してみようかななんて思ったりです。ということで、久々のレッグコーヒー、どんな味でしょうか。楽しみですね。それでは、レッグコーヒーで買ってきたケニアのカングヌ深入りコーヒーです。フレーバーテイストを読むと、しっかりとしたコクの中にブラッドオレンジのような風味を感じる深入りのコーヒーです。後口にはスイートスパイスや黒糖の甘さが広がります。だそうです。まずは香りから。香りは深入りコーヒーの独特なこうスモーキーな香りがします。それではいただきます。美味しい。ほんと、後口にちょっとほんのりと甘みを感じる深入りコーヒーです。わ、これは美味しいな。めちゃめちゃ美味しいです。
ケニアのカングヌ、レックコーヒーのコーヒーでした。そして今日買ってきた豆がこれです。リリーブレンド。これって渋谷東口店限定の豆みたいですね。フレーバーテイストを読むと、チョコレートやブラウンシュガーを思わせる味わいの中に、華やかなフローラルさを感じるブレンド。オレンジのような後口の余韻もお楽しみいただけます。だそうです。中深入り目のコーヒー豆みたいですね。楽しみ、これも。うわー、寒い寒い。めっちゃ寒いです。さすが12月ですね。いやー、こんな寒い時期に、このオベサブロを植え替えようってのは、うわー、ちょっと、この時間になっても、近所のマンション工事の建設の音が賑やかなんですけども、その賑やかな中、しかも寒い12月にこのオベサブロの植え替えをやります。これは、先日道の駅浪江で買ってきたオベサブロです。最初オベサだと思ってたんですけど、裏側にちゃんとオベサブロって書いてありました。こういうところチェックしないのが自分のダメなとこですよね。鉢に入ってる土がおそらく成長を促すための培養土だと思うんですよね。それをですね、いつもの多肉植物を育てる培養土に植え替えようかと。ということで、この12月の寒い中、植え替えをやっていきます。本当ならば植え替えの時期っていうのは、もう少し早い時期だと思うんですけども、ちょっと植え替えます。で、植え替えるのはこれ、3号の、これ何鉢っていうんでしたっけ？菊鉢っていうんでしたっけか。ちょっとわからないんですけども、この3号の鉢に植え替えます。鉢底ネット。そこに、鉢底石。っていうか、今回不思議な角度だと思うんですよね。カメラっていうか iPhone で撮影してるんですけども、iPhone をですね、今自分はこっちにいるんですけども、このトレイの向こう側に iPhone を置いています。うわ、これ、突然なんですけど、これあれだ、コールタール？マンション工事だと思ってたんですけども、道路工事だった。コールタールって言うんでしたっけか。あの匂いがしてきた。これは辛いな。さっさと早めに植え替えを済ませてしまおう。ということで、このオベサブロ、この鉢から抜いていきます。ああ、なるほど。ビニールポットに入ってましたね。ビニールポットに入ってました。なんで2回言ったんだろう。で、これを引き抜くと、あ、結構根が張ってるな。これぐらい根が張ってます。めっちゃ元気なオベサブロ。これは将来いい感じに育ってくれるんじゃないでしょうかね。すごい元気に根が張ってます。そして、近所のマンション工事だと思っていたんですが、道路工事でした。それの賑やかな音が、ちょっと音声に乗っちゃうかもしれない。すごいな、根がすごい張ってます。ああびっくりした。なんか黒いのがあるんで何かなと思ったら、鉢底ネットでした。うん、こんな感じですね。結構元気に根が張ってましたね。はい。で、これをこの3号鉢に植えていきます。うん、ちょっと3号鉢でもでかいかもしれないな。まあいいや、けどこれに植え替えていきます。どれぐらい埋めようかな。これぐらいかな。オルトラン。ここにマグアン。どうします。植え替え終わりました。オベサブロを植え替え終わりました。こんなラベルがありました。オベサブロ、ちょっとこれは使えないかもしれない。すごい賑やかです。オベサブロの植え替え終了。あとは
水をやって、やっていいのかな、水。まあ、しょうがないから水をやっておきますと言ったところで、小部三郎の植え替え動画でした。植え替えた小部三郎は、小部さんの先輩さんの隣に置きます。小部さんの先輩さん、花ができでき始めてるんですよね。これメス株って分かってるんですけども、他にオス株で花が出てるのがないんで、残念ながら種は取れなさそうです。今年の5月に実生したパキポディウムラメリー、葉っぱがほぼ落葉して、これただの釘バット見たくなってますね。ロールプレイングでちょっと安めな武器、そんなような感じです。もう一つラメリーがいて、こっちはまだ葉っぱが残ってるんですよね。この葉っぱが残ってるラメリーと葉っぱが落ちたラメリー、同じ日に実生して同じように育てていたんですが、こんなに性格が違うんですよね。本当植物って面白いです。もう一つイオナンタフエゴ、自家受粉させてみたんですが、やっぱ自家受粉ダメですね。種ができそうにはなく、雌しべはそのまましおれていってしまいました。ということで、残念ながら自家受粉は失敗です。